あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで続きからやっていきたいと思います。今回これね、体験版の続きをやっていこうっていうことなんやけど、とりあえず、あ、物作りおる音が聞こえる。こっちか。へい、おじさん、見えねえ。ほい。どうだ、あゆな、大木槌は作れそうか？メレキドロクによれば、大木槌はこの辺りにある木や岩の他にも、山の側面に多く眠っているという鉱石なるものも砕けるらしい。さあ、あゆな、青い旅の扉の先で大木槌を作る手がかりを探り、大木槌を実際に作って、我が輩に見せてくれ。ってことで、あれよね。体験版では、旅立てないまま終わったこの旅の扉青。これはもちろん旅立てると。旅立てるよね。ほい、来た。おー、なんかすげえ荒野なんだけど。で、この辺の植物は？へい。あ、全然、拾ったことあるやつだった。なんかね、一応見知らぬ土地に来たから、見たことないような資材が手に入るかなーって思ったんやけど、普通に石あったね。まだ他の場所があるか。ん？この先は。てかあれ下になんか今、ね、吹き出し出てなかった？とはいえ、お、なんだあっちも。で、この辺、キノコキノコ。ん？下に生えとんか。お？なんだ？ぶら下がれたんだけどなんか。すげえ、お、看板立っとるやん。大木槌の里案内所。ここ大木槌の里って言うんや。へぇー。お？ん？中に大木槌おる。ちょっと待って、見えねえ。ほい。ん？アングルがうまく。大木槌、お、いたいたいた。ちっちゃい。お、お前は人間じゃないか。そうだよ。さも当然って顔で家に入ってくるとは、向こうミスというか大胆というか、家っていうか案内所って書いてたから。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。お、マジで？やったね。それで、俺に何か用か？大木槌の作り方を。何？大木槌の作り方が知りたいだと？そうそうそう。お前は、なんてエッチな質問をするやつなんだ。どこがだよ。意味がわからん。ん？ああ、なんだ、大木槌って、俺たちが持ってる道具のことか。そうだよ、勘違い。大木槌の作り方は、この先に住んでいる長老なら知ってるはずだぜ。長老の家に行くんなら、屋根の炎を目印に探してみろよな。屋根の炎。炎が上がってるところに行けばよいということか。ご丁寧に案内をしてくださって、こんな人間にも。ほらよ、人間、これをやる。俺からのお近づきの印ってやつさ。お近づきの印。なぜ看板？まあいいや、看板を手に入れた。んで、長老の家、この先にあるって言ったけど。お、豆を手に入れた。枝豆をさやごと茹でた。定番おつまみ。やったね。やっぱりこういう、ね、向こうでは手に入らんかったような資材が手に入るんだ。これで新たに料理ができるってことやもんね。枝豆。この辺、お、取れた。初めてツタを手に入れた。ね、さっきぶら下がれたけど。紐？鶴を編んで作った細長い紐やって。へぇ、取れるもんやね、こんなもん。お、これで、お、上に上がれた。すごいすごい。こういう風に使えるんやね、ちゃんと。これは、お、大丈夫？なんか大事そうにあっこに一個だけあったけど。もしかして枝豆育てよったりとかした？まあもう取っちゃったけどね。よし、とりあえず、あっち？あっちの方向、あれじゃない？屋根に炎。あれやろ、長老の家。おっしゃ。行こう行こう行こう。お、なんか三人おるよ。じゃあちょっと周りのこの階段を使って、ツタは使えんのやね。オッケーオッケー。ツタ使っていけるかなって思ったんやけど、まあ途中で切れとるしね、どっちにしろあれ。あ、え、でかっ。え、でかいのおる、でかいのおる。ちょっと待って。見えねえ。あ、なんか周りにもちっこいのおるんやけど。ピコーンって言った。僕、長老から聞いたんだ。昔はどこもかしこも人間たちで溢れていて、僕たち魔物はいつもいじめられていたって。いじめじゃないよ。魔王様が人間を追い詰めて今のこの世界を作ってくれたんだ。魔王様じゃない、竜王様だ。ああ、僕はこんな時代に生まれてきて、なんて幸せ者なんだろう。幸せなのか。私はその世界を壊そうと。
長老長老、人間なんか相手にする必要はありませんぜ。人間は百害あって一利なし。このまま滅びてしまえばいいんです。なんなら足がぶん殴って追い出してやりましょうか。けっけっけっけ。なんだと。何あれ、お前は、今のは聞かなかったことにしてくれ。なんでだよ、いること知らなかったの。うー、ちょっと待って、なんか入ってきたんだけど。ちょっと、てかみんなももっと動じようよ。これこれ、目の前で戦いを繰り広げられてるよ。すごいね。何も動じないね。話せない。お。ほう、これは珍しい。お主は人の子か？そうそう。わしは大木槌の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間よ。わしに何か用か？大木槌を。ほう、大木槌の作り方を知りたいと申すのか？そうだよ。まずはあの、生きがいよくてピチピチとした大木槌を腹ばいにして、何の話？ほう、お主が知りたいのは道具の方の大木槌か。こいつも勘違い。大木槌は我らが秘宝。作り方はそう簡単に教えられるな。まあそっか。秘宝なんや、しかも。今持っとるのは違うってこと？ほう、何もそこまでわかりやすく落ち込ますとも良いではないか。めっちゃ落ち込んだ、私。ほう、そうじゃ。ほうって面白いね。実はこの家の天井に穴が3つほど開いてしまっていてな。穴が3つ？自分で修理しようと思ったのじゃが、なかなかうまくいかず困っておったのじゃ。あ、それを直せと。雨が降ると水が漏れ出してかなわん。わらどこで直してくれると嬉しいのじゃが。雨が降ると水が漏れるっていうか、穴開いてんでしょ。どうじゃ、お主に直せるか。直せるけど。ねえ、穴開いてんだったら漏れるんじゃなくってもう直接当たってるよね。この辺りのツタで紐が作れる。紐があればわらどこを作れるはずじゃ。お、大木槌の作り方引き換えじゃ。天井の修理をよろしく頼むぞ。なるほどね。雑用をさせるわけだ。紐の作り方はさっき、ね、ここに来る途中でもう学んだから、とりあえず材料さえあれば、もう作れると。どう？作れる？紐。作れるね。十分だ。めっちゃ作った。10個。あ、わらどこをひらめいた。これで、あとは埋めればよいということだね。この穴を。3箇所。あの真ん中以外ね。お、敷きわらセットをひらめいた。マジで、なんかいろいろ思い浮かぶね。天才やないとか言って。んで、この3箇所。あ、真ん中を除いた3箇所ね。オッケー。じゃあこの、わら床を、この辺。これで、下に。へい。え、自覚ね。ほい。で、ここも。おー、できんかった。ここ。よし。で、合わせねにくい。この辺。ん、違う。こっち。おっしゃー。これで大木槌の家を修理した。オッケー。んで、長老に家に戻れば、良いのだね。戻るっていうほど遠くないけど。へい、直したよ、長老。ほい。おお、天井の穴を直してくれたのだな。そうそうそう。いたも簡単に天井の修理をやって抜けるとは。まさか主は物を作る力を持つという伝説のビルダーなのか？そうだよ。そう言われてる。いや、そのようなことはどうでもよいこと。お主のこともわしは見なかったことにしよう。なぜ？人間は力を失い、今や滅びを待つ存在。かたや我々はその数を増やす一方じゃ。魔物増えよんやん。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思えんのじゃ。人間が多すぎるのも確かに困る。しかしこのままでは世界の調和というものが。よし、竜王様には言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。お、優しい長老。まずはほれ、約束だった大木槌の作り方を教えてやるぞ。やったね、ありがとう長老。優しいね。さすがだよ。ピキーン。大木槌をひらめいた。木材を固めて頑丈に加工したハンマー。木材だけでできとんよね。オッケー。ん？ってことは、もう作れるかな、これ、上で。ちょっと待って、全然上行けてないから。へい、これで、こっから落ちたら一巻の終わりやね。おし、作る。んで、どこだ？大木槌、あった！作れる、作れる！太い棒だけでいいや。大木槌を一個作った。大木槌は装備袋に入った。なるほど。あ、これで依頼も完成やね。依頼？クエスト？依頼かな？うん。ってことで、早速、もうこれで、違う、どこだ？
キメラの翼が使いたいんだ、私は。キメラ、キメラ。どこ行った？ちょい待ってね、その前に、大きな装備しとこっか。よし、シュッて。これで、ね。キメラの翼で町に帰って、キメラの翼を使って拠点に帰りますか？はい、帰る。こういう感じになるんやね、キメラの翼って。ほい、ふわっと帰ってきた。んで、とりあえず、終わったよーっていう報告を、おったおった。おー、よくやった。ついに大切地を作り出したのだな。作った作った。大切地を使えば、今まで壊せなかったものが壊せるはずだ。ほう。例えば、この辺りにある木や岩、そして、青い扉の先には、銅や石炭などの鉱石があるという。おー、すごい。それらの素材を手に入れれば、お主なら新しい何かをひらめくだろう。そしてひらめいたものを実際に作ることで、さらに新しいものが作れるようになるはずだ。やったね、どんどん広がっていくんや。あゆなよ、手に入れた大きな土を存分に使うがよい。まずは手に入れたことのない素材を片っ端から収集してみるのだ。そして何か新しくひらめいたら、その新しいものも実際に作ってみるがよい。なるほど、楽しそう。そうだな、まずは手始めに大きな土で近くの木を素材にしてみてはどうだ？あ、確かに、木はできてなかったね。クエストコンプリート、キメラの翼。よし、これで使った分も、ちゃんと補充できたわけだ。んで、あとは、木を借りに行きたい。その辺にあったかな、木。どこやろ。下にしかないんかな。ん？今、ゴーストが一瞬見えたような気がしたけれど。きっと気のせいだよね。うんうん。この辺の上に、あ、ここぐらいかな。全然上じゃないけど。じゃ、とりあえずこれを、よし。すごい、ちゃんとダメージ与えられよる。おっしゃー。いけたいけた。お？ゴースト。びっくりしたー。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、下。おー、なになになに。まだ倒せてないし。おー、自分の足場をめっちゃ崩してしまうんやけど。やばい。ケケケって笑いよる。待って、もういない？あ、いないのか。よかった。よかったはいいんだけど、めっちゃ視点。ん？これ拾えないんだけど、なんで？え、全然拾えないんだが。何事？え、いやいやいや、困るって。スライム超寝てるけど。私、隣でぴょんぴょん跳ねてるのにスライム超寝てるよ。え、待って、この素材って取れない素材なの？てか、取れない素材とかあるの？え、ないよね。何事？え、ちょっと待って、他の資材とかちょっと、叩き壊して取れるかどうか。どう？ちょっと待ってね。キメラの翼を使って帰らない帰らない。間違えた間違えた。これちょっと待ってね。あ、また。違うって、拠点帰らないって、どんだけ帰りたかってんだよ。装備。装備？入れ替え。待って。もうなんか、さっきね、大きな土を装備したはずやのに、大きな土の装備が溶けとって。いや、でも今装備できとったよね。やのになんかコンボになっとんやって。え、ほんとなんかわけわかんないこといっぱいなんだけど、なんなんやろ。とりあえずこれ拾いたいんだけど。拾えないものっていうことで、よろしいの？ねえ、ほら、こうやってやっても別に何にもできんし。え？でもこっち拾えるんやって。こっち拾えるけど、向こうなんかちょっと光り輝いてるよね。なんか拾うのに条件がいるとか。拾うのにレベルがいるとかそういう。でもレベルって言っても、まあ、拠点レベル。ん？ちょっと待てよ。あ、ちょっと待って。あ、とりあえず一旦拠点に戻るよ。まだ誰か起きとん、あれ。起きてるわけじゃないんか。こっちが動きよるけん、そういう風に見えるだけかな。とりあえず、ここの収納箱ね。あの、アイテムいっぱいだわ、私。そりゃ、入りませんわって感じよね。最悪やん。ってことで、この辺のいらなさそうなものをとりあえず、パパパッと入れて、もう夜も明けてきたよ。夜も明けてきたよ。大変だよ。みんな起きてくるよ。
そんな中私は夜な夜な夜通し木を倒してさ、資材が取れないとかいうわけわかんないこと言ってね、自分の荷物がいっぱいなだけだって。よし、これでブナ原木を手に入れた。これから木材が作れるんやね。オッケー。また新たなものを思いついてしまった。これは？これ。あ、これも取れた。取れたね、今。オッケーオッケー。ってことで、とりあえず無事に取れた。あれにどんだけ時間かけてんだ、私。やばいね。てか、早く気づけよって感じよね。みんな多分そう思っとると思うけど。はい、ってことで、拠点に戻ってきました。今回はこの辺で、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローよろしくお願いします。Twitter は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。前回と拠点の作りは全然違うけど、まあまたやっていきますよっていう感じです。